3時回りましたので、これよりテイキング始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本日もご覧いただき誠にありがとうございます。そして YouTube ライブ配信ご覧の皆様もありがとうございます。まずテイキング始まる前にですね、いくつかご案内があります。テイキング写真の撮影は OK なんですけども、動画の撮影はご遠慮いただいてますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。で、定型部終了後ですね、青年会の皆さんとの記念撮影の時間も用意してますので、ぜひこの機会に、記念撮影も楽しんでいただければなと思います。はい。で、本日は合わせ第3青年会の出演なんですけども、初登場になります定型部では。はい、ぜひ楽しんでいただければなと思います。ちなみに次回の定期演舞は11月10日日曜日、沖縄市大和青年会を予定しております。それでですね、準備しておりますので、合わせ第3青年会紹介したいと思います。沖縄市合わせ第3青年会は今年ですね、7年ぶりに復活しました。踊りは力強さと独特の流れを意識した踊りが特徴的で、他の青年会とは異なる町さばきや雰囲気があります。沖縄市の伝統芸能合わせのちょんだらの曲に歌詞を入れた入場曲の合わせ高麗節や合わせちょんだらの動きを取り入れた振り付けにご注目ください。今せっかく出たのでちょっと軽く紹介したいんですけども、ちょんだらという言葉が出てきました。多分皆さんが頭で描いているエイサーのちょんだら、白塗りのちょんだらを覚えていると思いますが、今言っているこの合わせのちょんだらはそれではありません。れっきとした別のですね、合わせのちょんだらという、芸能があります。で、その合わせのちょんだらの芸能の方ですとか、踊りとか曲をこの A さんにも踊っていているという話でした。で、そのちょんだらとはじゃあ何なのかっていうのは、昨夜から2階の展示の方でも解説してますので、ぜひこの機会ですね、このもう今皆さんが当たり前に使ってるあの白塗りの餌のちょんだらと、今言ったこの合わせのちょんだら、何がどう違うのかっていうのは、ぜひこの機会に覚えていただければなと思います。はい、じゃあ皆さん準備はよろしいでしょうか。餌会から定型部初登場ですね、沖縄市合わせ第3青年会です。どうぞ。
Oh.